なんでそもそも航空内写真をきちっと撮らなきゃいけないのか、学会とかセミナーとかで発表するために使うだけではなく、はい、皆さん明けましておめでとうございます。髪を切った田中です。結構リクエストで多かった航空内写真に関してですね、新年明けまして一発目頑張って説明していきますんでよろしくお願いします。航空内写真なんですけども、皆さん5枚法で撮ることが多いと思うんですけども、なんでそもそも航空内写真をきちっと撮らなきゃいけないのか、それは学会とかセミナーとかで発表するために使うだけではなく、やはりですね、前に起こった地震でですね、津波などで航空内を特定しようとした時に、知識であったりこのようなですね、航空内写真が非常にですね、役に立ったわけですね。そこから航空内写真に関してはできるだけきちっと保存すると、保険協会でも言われるようになり、きちっとこのような形で航空内写真を残していくってことがすごく重要なんですね。津波で亡くなられた方に関してはやはりですね、どうしてもやっぱりこう遺体が水でですね、こう膨れてしまいますので、お口の中でこう遺体を特定するってことが非常に役に立ったそうですので、ぜひ皆さんもですね、そういうことをですね、踏まえてお口の中の航空内写真をきちっと撮ると、そして保存するってことをですね、徹底するようにしてください。はい、5枚法の写真なんですけども、まずこの5枚法の写真を見た時に何が良くて何がダメなのかっていうのを分からないといけないです。こう十字にラインを引いた時に横のライン、正中、こういうものがですねピタッと合ってる写真がやっぱりですね見やすくて分かりやすいんですね。なので皆さんこういうふうに十字を引いた時にきちっとですね、ここが合ってるのかどうかってことをしっかりと確認しましょう。はい、以上です。見学面接ご希望の方はですね、こちらまでよろしくお願いします。